阪神佐藤輝明が1億超えの大幅アップ、あれ買おうかな。阪神佐藤輝明が、3年連続の大幅昇給でついに1億の大台に乗せた。球団事務所で契約交渉に臨んだ佐藤輝、8500万円から6500万円増の1億5000万円で公開した。1年目は2600万円増、2年目は4200万円増と2年連続でアップしており、今季も大幅昇給で一発サインだ。この3年で成長している部分はあるし、そこは評価していただきました。求めているものはもっとバッティングも守備もまだまだ求めてるぞと言われたので頑張りたい。自分へのご褒美について聞かれると、将来的に家を買おうかなと、給料も上がったので、考えていますけどと語った。入団から3年連続での20本と90打点を超えたのは素晴らしい。強いて言えば9月10月の活躍をもう少し早く発揮してほしいけどな。結果的にキャリアハイのシーズンとなったけど、今シーズンは開幕から絶不調で前半戦終了時点では年俸アップとか望める成績じゃなかった。サトテル4年で1万、5000万はすごいな。入団当初は40本くらい軽く打てる凄さを感じたけどさすがはプロ。すぐに対策されて打てなくなった。レベルアップして村上や岡本とホームラン王を争ってくれ。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたからのコメント待ってます。